皆さんこんにちは。今回は福岡市動物園を紹介したいと思います。福岡市中央区にある福岡市動植物園、入り口は2018年にリニューアルされたそうです。入園料は大人600円、高校生300円、中学生以下は無料だそうです。まずは入り口のそばにあるレッサーパンダを見に行きます。というか今回はレッサーパンダを見に来たんです。のぞむくんと春巻ちゃんがいますね。わー、かわいいですね。こっちはなんとなくですが春巻ちゃんでしょうか。あー、寝ちゃいましたね。外にいるのはのぞむくんでしょうか。ずっと寝てました。レッサーパンダが動いてくれないので他の動物も見ることにしました。こちらはニホンザルの猿山です。ちょっと観察してみましょう。猿山のお猿さんたち、かわいいですよね。絶対おすすめなので、ぜひ行ってみてください。さて、次はキリンさん。なんかキリンさんには3をつけたくなりますね。こっちはお母さんのリンダです。身長は4メートルくらいありますね。そして手前が今年2月に生まれたニコくんです。2月5日生まれで
みんなをニコニコ笑顔にしてほしいからと一番多い得票で2個に決まったそうです。赤ちゃんだけど大きいですね。こちらにはトラがいます。かっこいいですね。歩いています。すごく歩いています。ぐるぐる歩いて止まりませんね。顔はタイガーマスクみたいですね。あれ、これはこの格好、生きているのでしょうか。全く動きません。上から見たらすごい格好でした。さすが陸の王者です。動物園と植物園の間にスロープカーがありました。短いけど楽で楽しいですよ。今回は植物園には行かなかったので、すぐに降りてきました。最後にお目当てのレッサーパンダが動いているかなと見に行きましたが、ずっと寝てました。また今度行きたいと思います。リニューアルした福岡市動物園はおしゃれなレストランがありました。パスタにカレー、飲み物なんかもあります。そして嬉しいのがギフトショップ。オリジナルグッズや可愛いぬいぐるみがいっぱいです。最後まで見ていただいてありがとうございました。高評価ボタン、コメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。バイバイ。